かった。そんなの構わない。そう。ああ、眼帯の。なあ、まあなんていうか、ところでサツキは、あら、これからさ、どういう先生ね、相手がいなくて、かけるも一緒か。どうした、テルヤか。まあ同じ。マブって言ってもフギ、誰もそんなこと言ってないわよ。マブとかそういう語彙ばっかり。ああ、万年男ひでりの先生のことだから、カケルのこと。そうなのよ、もうひでり続きで雨乞いも辞さず、売れた体がうずいてうなる。爆裂シェイキングフィンガー。うわ、何をやら、毛も生え揃わないようなガキの分際で人様の男事情を言ってんだって。最高、保健室を訪れた童貞男子をちぎっては投げ、投げては組み伏し、ま、ギク、さすがブラジルの坊主。サイコ先生の歩いた後には、童貞は愚か気むす、私はたた、なんでですか先生、青い杖を持て余し続ける、いつもドキドキしながら保健室のベッドに寝ている俺の立場は、俺ならオールウェイズカムカムコックンですよ。だってさ、お前の場合そんなの理由になって、先生俺の童貞ならのしをつけて進呈しますんで、いくらで選ぶ権利ガガテリアみたいな前のめりなやつだと空気にならないっていうか、発砲しちゃってて童貞臭がきついっていうか、なんだかこう揺れ動く男。はい、ああ、カケルはクラスでも一番、そういうやつを、カケルくん、だけで私の、お母さんが、お料理先生に
冬って、カケル君、カケル君が自分からちょっとかけ、何もし、ユカはまたユカのこと邪険に扱ったんでしょう。あんたさ、あんたが無気力なのは勝手だけどさ。おい、顔。ただしは黙ってなさいよ。もう女の子を泣かせる男なんて、ユカがあん、それなのになんで。ユカは少し、ユカは旗から見てて痛々しいぐらいに、カケル君のために。カケルはな、知ってるわ。でもね、ユカ、それなのに何なの、何か熱くならない、あなたに比べたら。なんで私がこんなこと言わなく、なんで。ユカ行こう、このやつもう放っておく。ま、行くわよ。行くわよ。ありがとう、カケル君がね。私、嬉しくて泣いてたんだよ。え？すぐに言わなくちゃって思ったんだけど。そこでな。それにしても人としていかが、あんまり分かってるって。俺は地獄な、あれ、おやおや、勘違いして突っ走ったわ。こんなことおいおい、いつも通りって困るよ。地味、あんたが決めることじゃ。うわ、急にた、ちょっ、かける、でも、うん、まあ明日のにしても、ほんた、うん、だ、ちょっとそこ、言ってねえよ、直上暴力。ただおいおい、冗談にしても、あんまり遊んでくれないからさ。俺はか、いやマジだ、こう見えて俺はナイーブです。まあ楽しく、カケル君、あ、俺が珍しくマジ、余計なこと言わない。いい、おう、マブでラブな、先生の童貞な男子が保健室の、ただし
非童貞を見抜くや否や、悪鬼の形相、男性の一番大切な場所。俺は正真正ちょっとだって、あやめが丘フードファイタークラブ、なんだかた、あそうかな、すっごい、私の場合私服だとカジュアルなのが古着とかも、私がこんどれこらな、卒業、うん、なんか、エロ、うわ、エロでしょでしょ、っていうかさ、あ、女それに、ね、うわ、ああ、正しく、ああ、今日は踏んだり蹴ったりというか踏まれたり蹴られたりな一日だった気がするな。あんたがいつにも増して変な行動ばっかりするからでしょ。だってカケルやユカと久しぶりに遊べたからさ、テンション上がっちゃってさ、もうワキワキしちゃって、ワクワクでしょうが、私たちも楽しかったよね、かけるくん。
い目なんかして、なんだか青春してるって表情だな、かける。かけるくんはロマンチストだからね。別に恥ずかしがらなくていいと思うけどな。ただしみたいにロマンのかけらもない男よりロマンティストの方がいいよ。失敬だね、チミ。この三国一そういう語彙がロマンティックじゃないって言ってんでしょうが。中天モナモン、パンがないならロマンを置かずにご飯を食べればいいんじゃない、シルブプレーン。そこでいきなりフランス語になるって、どこまで発想が貧困なんだか。いんにゃ、知らん。タケル君、そういうツッコミはなしの方向で。男は誰だってな、ロマンを燃料にして日夜シュッシュポッポと活動しているわけですよ。わかりる？そして男にとっての二大ロマンはおぱーいと絶対領域だということを俺は強く主張したい。絶対領域？絶対領域とは？オーバーニソックスとスカートの間にできるロマンあふれるパラダイス、我が青春のアルカディア、ここが絶対不可侵のロマン領域なのだ。この絶対領域を独占しようと始皇帝からヒトラーまで時の権力者たちが血眼になってきたことは君たちも知っているだろうに。俺が二次校に入学した理由は女子の制服に絶対領域があるからこそ、他の理由などさまつなことに過ぎん。だがしかし、このプニッとした日韓の絶対領域も有史以来人類の戦争の理由となってきた、これの神秘の前には霞む。知ってば、本当にバカなんだから。え？
今日はおとなしくしてるつもりだったのに、全部ただしが悪いのよ。そうだ、かけるくんたちもレジャワーに一緒に行く？どうする？かけるくん、じゃあ私も。今度は必ず付き合ってもらうぜ。覚悟しとけよな。うわー、びっくりした。それじゃあ、かおりちゃん、ただしくん、また明日ね。うん、じゃあね。じゃあな、達者で暮らせよ。どうしたの、かけるくん。なんだか嬉しそうだったから。よくわかんないけど、どういたしまして。かけるくん、悪
何？かけるくん。車？どういうこと？意味わかんないよ、かけるくん。そんなことありえないよ。だってどうなってるの？お父さんもお母さんもいないんだよ。何なの？わかんない、全然わかんない。かけるくん、行こう。どうしたの？
私、香織ちゃんにかけてみる。あ、そういえばさっき家に入った時、暗かったから電気をつけようと思ったけどつかなくて、停電かなって思ったの。
ごめんなさい。そんな、あれは。かけるくん。
ください。私、マジでまといで。大丈夫だから心配しないで。あれって何なのかな。お化けかな。笑い事じゃないよ、かけるくん。カケル君、やっぱり私たち以外誰もいないのかな。ここって本当に早めが丘なの？もしかして私たち変な世界に迷い込んじゃったのかな。
かけるくん、そんな顔してたまり込まないでよ。私たち何か悪いことしたのかな。神様が私に天罰を与えたんじゃないかって。言っちゃった。ごめんなさい。